あ、昨日残念だったな。まあこれも夏休みの思い出の一つだよね。さあ行くぞい。ダン。はい。なあ、入道具も大きいな。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お父さ ん、今日は朝から行くの？うん、有給取ってくから。どこ行くの？あっち島の白屋さん家。ともこちゃん家ですね。おじちゃん、僕ついてっていい？まあいいよ、一緒に船に乗ってこう。やった。いいか、今日だけはおとなしくしてるんだぞ。綱切っちゃダメだからな。お父さんと出かけは釣り以来だね。じゃあ風の裏汽船所属第75小野の地丸、あっち島港を出港。ありがとね、75号。何があるんだい？というわけで本当に申し訳ない。いえいえ、こちらこそ。赤ちゃんはどちらの家で育てるかちゃんと話し合って決めましょう。まあできてしまったものは仕方がないし、うちも子犬一匹くらいなら増えたって。でも生まれてくるのが一匹とは限らないんじゃない？ あ、そうか。でも半分ずつにするのもかわいそうだし。ウルトラか、ウルトラが寄ってたんだね。予売してたんだ。赤ちゃんができたというのは白屋家の白いワンちゃんのことだった。犯人は叔父の家の黒い犬、通称ウルトラ。そういうことなんだ。その紙袋何？新しいランニングシャツ。誰が着るの？誰だと思う？吉田さん。私ここの原っぱ大好きなんだ。原っぱの好き嫌いに理由はいらない。綺麗な景色。風の中に潮の香りがするよ。あ、そうなの？押しかけ女房？何、押しかけ女房？もしかして吉田さん家に？何そうなの？もういろんなところで愛が育まれてるんだね。おじちゃんもう帰っちゃっていいの？俺恥ずかしい限り。まあしょうがねえ、ウルトラが呼ばいしてたんだもん。なあ、やることやったね。やろう。この小屋の中でしたんだな、やろう。おっとおっと、こんなところに。これはちょっとペッタンたちに報告したいね。すぐ来てね。75号もちょっと悲しいな。あの出会いがないね。あっちしま、海に飛び込んじゃったね。はい、行くよ。泳いで帰るってすごいよね。
ね。鉄人だよ。また合言葉か。合言葉を言いな。ヒデブ、アベシ。ヒデブ、アベシ。よし、中に入れ。合言葉を言いな。ヒデブ。入ってきちゃダメだよ。豆ちゃんいないね。どうした？そりゃそうだな。豆の家ってどこだっけ？それがね、誰も知らないんだよ。そうなんだ。そういえばそうだな。じゃねえんだ。なんで誰も知らないんだろう。いいじゃない。ごめん。どういう意味？いいじゃない。どこに住んでるのか知らない子がいたって。そりゃそうだな。でもこの辺りの島々は本来なら周りに知らない子供なんて誰一人いないようなかなり狭い世界のはずだった。なんで？マレちゃん妹じゃないの？あ、来た来た。あれ、みんなどうしたの？どうしたの、トモコ姫？ううん、なんでもないよ。気にしない気にしない。なんかおかしいな。というわけで今日も気合はバッチリ。各自持ち場につけ。おー、ミラの持ち場はどこなんだい？ないね。あー、もう中学生になっちゃうんだ。今日はどこへ行けば。うん、はい。お、丸がいっぱいある。お、ああ、さっき行ってきたね。4、秘密基地。お、夕方ね、吉田商店、押しかけ女房かな。夜も行っちゃう。ありがとうね、マメちゃん。はい、ダン。オタクって、あれ、漫画姉ちゃんできてんの？もういや、俺はね、もういい。押し相撲はもう。じゃあ全員吉田商店だね、今日のメインはね。行こう。まだ朝始まったばかりだ。おお、姫どうした？いいよね、海見るっていいよね。晴れた日の海って最高だよ。おお、ペッタンたち、朗報があるよ。お前、なんか元気ないな。そんなことないよ。やっぱ母ちゃんいた方がいいのか。でもこれはそんなことない。内緒にしといた方がいいな。そのうちこの君たちは夕方には嬉しいことがあるぜ。お、太陽ここにいる。どうした太陽？どうせ組んじゃって。
しかったよね。お、マメがいるよ。お、マメ。未来の世界、何言ってんだ。今日はどこへ行け。未来ってなんだよ、マメちゃん。お手紙渡した、報告してこよう。隣島は誰も住んでねえんだね。そう、一旦一旦。ねえおじさん、僕に手紙来てないかな。うん、残念ながら来てないな。今は塩町桟橋の船長さん宛てのものなら来ているけどね。船長さんなら僕お友達だから持って行ってあげるよ。ダメダメ、他人にはさすがに渡せないよ。そういうものなんだ。吉田さん家宛てのトイさ、届けさせてくれないな。さて、冷やかしだよ、冷やかし。地図なくても歩けるもん。よろしくね。よし、あと何匹いる。115か。まだ全然捕まえてないんだね。秘密の花園はもう取り尽くしたね。不便だけど、なんかたまに行く。
ったらいいのかもしれないね。よし、いい感じだ。いるかな？なんかいるかな？チェ！なんもいないか。キムコちゃん、いたいた。何してんのこんなところ。あ、読んでるんだね。そう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 、読んだよ、もう俺。いるかな？やったぜ！新しいの来たかな？アメンボか。なんかいるか。次は隣だよ、隣。いるかな？なんかいるかな？いないか。もんチョコ食べよう。なんか体力の減りが早くなってる気がするけど。あれや、出て。ビジーワーカー。おお、出た出た。ってことはあと2つじゃない？あと2つ、ほら、出た、ビジーワーカー。ってことは、あと6と28だけだ。あと2つ集めれば、コンプリート。いるかな？なんかいるかな？やった、何？新しいやつ？どうだ。ちょっとロードが長いね。ロードが長いぞ。レアなのかな。違う、ケラ。ケラはもう手に入れてるからね。あ、もう全員捕まえたね。お、いたいたいた。ニューいたよね今。ほらほら、さあ、いたな。やった、簡単って名前なんだ。さあ、めくるよ。お、またいた。ああ、違うの取ったな、多分。ほら、さあ、ニューかな。ないない。入れたか。よし、やったぜ。やった。あ、何？諦めちゃった今。なんだよ。飛び七不思議。どこどこ。入れ、カゴの中入れないとダメなんだね。
れちゃったもん。あ、飛び七不思議。欲しいよ。いないな。もうあれだよね。ニューは出ないだろうな。さあどうだ。蝶々だね。もうちょっとしたミスが出るな。いる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 、いっぱいいる。よろしくね。よし、これ入れとけばいい。そうすれば取れる。ああよかった。あとはないかな。もう一回来た。見つけた。僕まだ遊びたいよ。そうそうそう。俺に文句があるならさ、俺が来ない道を探してそっちを歩けばいいんだよ。まあね、抜け道があるのかな。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、吉田商店昭和満載でしょう。本日もやってきました。吉田商店行くのすっかり忘れですね。お時間です。今日の漫才師は三拍子のお二人です。それではどうぞ。どうもよろしくお願いします。三拍子です。よろしくお願いします。姉ちゃんと自己紹介しましょう。僕の名前が高倉涼です。そして鼻が長くアフリカなどにいるのがゾウです。よろしくお願いします。なんで俺の紹介がないの。ゾウの紹介いらない。高倉と久保で三拍子です。よろしくお願いします、はい。ね、今夏なんですけどね、うん、あの1年の中でね、僕の一番好きな月があるの。何言われてるか、ちゃんと言うの。なんでなんでなんで、ドキドキするじゃない。ドキドキ。あれもらえるのかな、もらえないのかなみたいな。あヒントちょうだい、ヒント。2月の日。豆ちゃん不思議な子だね。そんな日じゃねえ。日本煮干し協会が制定した日でしょ。いや違う違う違う。214で煮干しって、ね、どうでもいいんだよその話は。2月14日バレンタインデーだろう。ああ女子がだ。よし、さあどうだ、押しかけ訪問した。お、来た。こんにちは。流れだっただろ今よ。そんな時ある？逆チョコって。
男子もね出てくるかもしれませんよ。あ、いいね、雰囲気。あらあら、ごめんね、おっちゃんね、マンガ姉ちゃんに喋るのちょっと大変なの。お前も男やってどうすんだ。女のつもりでやってたよ、はい、女はやってくださいよ、はいはいはい、ごめんね、こんなところに呼び出して。全然大丈夫。俺何語だよ、ね、日本語だよ、今のは聞き取れただろうよ、うん、ちゃんとやって話進まないからどんどん進めて、うん、ごめんね、こんなところに呼び出して、うん、いいよ、まず人間やれよ。厳しすぎるんだよ、だからよ、人間やってくださいよ、話進めろっつってんの、うん、風呂入っちゃってるかな。どうだい、綺麗な夜景だろ、本当に綺麗。でもこんな綺麗な夜景より戸建ての夜景の方がもっと綺麗だよ。お前の方が綺麗だよとか言え。見てごらん。え、あの星が入ってるかな、多分。本当に綺麗。ここどこなんだ、そしたら。何飲む？もう入った。ミスター、マスター、背番号3来るぞ。彼女に赤ワイン。どうも、僕にいつもの。いつものあれ。赤ワイン変わってないじゃない。赤ワインください。赤ワイン頼むんだったら赤ワイン2つでいいよ。今日何の日か知ってる？今日2月15日。オッケー。バカ野郎。こんな日。さあ、お風呂。いいだね。甘いけどなんか固いもん入ってるわよこれ。よし、オッケー。何これ？何万だやるわけ。マカデミアになってる。指輪出せ。そしたら僕と結婚してくれないか。やだよ、ちょっと待てよ。給料3ヶ月分のマカデミアになってる。給料が安いなお前。何万だ。いらないわよ。さあお小遣いくれ。指輪ね、はい、どうぞ。え、いいのこれ。あら、くんね。さあ。ちょっと漫画姉ちゃんの方に忍び込んでからね。それではどうぞ。お、キミコちゃん、どうもよろしくお願いします。三拍子です。よろしくお願いします。姉ちゃんと自己紹介しましょう。僕の名前が高倉亮です。そして鼻が長くアフリカなどにいるのがゾウです。よろしくお願いします。なんで俺の紹介がないんだけど。よし、さあ、じゃあまた次の日だね。こっからはもうのんびりと夏休みを満喫すると思います。